皆さんこんばんは、ひよごりーなです。皆さん本日ここに集合させたのは、集合してもらったのは他でもなく、日頃の私の何にも申し訳ないですから、私生活におけるストレスについてのお話です。まあ、かねてから私 YouTuber をさせていただいていますんですけど、面白くないから話した。最近すごくストレスを切ったな、ストレスを感じています。なんでストレスを感じているかと言いますとですね、前髪が長いからです。いや笑ってるけど本当に前髪が長すぎてストレスで眠れないんですよ。じゃあなんで早く切らないのって私が一番思ってるんですよ。それはでも前髪切るのってね、意外と大変なんですよ。失敗したら戻ってこないしな。だから集中力がある時にしかできないから、今お風呂上がって直後なんですけど、前髪を断髪していこうと思う。断髪式、よし、パパがテレビを見ているから、あんま大きな声出すとペーンと言われるのでなので静かに騒がしく切っていこうと思います。で、私はねもう前髪切るのプロだから、失敗とかはしないと思うんですよ。てかもう失敗はしない。なんかもう最初に言っておくんだけど、面白くないです。なんかみんなが求めているようなハプニングは 120% 起きないから、綺麗にカットして私のストレスをフリーにしていこうと、ストレスフリーにしていこうと思います。よろしくということです。じゃあもう早速始めるね。私もこの動画を撮ってるのがだから3日後、3日後に美容室行くんですよ。それまで前髪切るの待てないのって自分で思ったんだけど、はっきり言って待てない。3日もこの前髪と一緒に生活するのは無理、悪いけど無理です。はい、なので切ります。アイロンした方がいいかな。いや見て、すごくない？私いつもこれぐらいの長さなんですよ。見てほら、てかもう前髪切って1ヶ月しか経ってないのに、何センチだろう、3センチが伸びてるんですよ。私1ヶ月でだから髪の毛3センチ2センチ伸びてるんじゃねえと思って、早いんだよね私髪伸びるの。じゃあもう行きます。おしゃべりが多い、無駄な、めっちゃ目に入るんだよな。めちゃくちゃ目に入んじゃん。てか髪茶色、抜けたってか今切った髪が落ちてるんだけど、洗面台でめちゃくちゃ茶色い。そんな髪茶色かったんだ。前髪スリスリにしないの、ひよごちゃんってよく言われるんですけど、まあできたらしてるよっていう感じで、したいではあるんですよ。したいではあるんだけど、できない。髪質的に本当に癖がひどくて、多分スリスリなんシースルーとかにしたもんなら腐った海藻みたいになるんですよ髪が。できないんです。宿毛矯正してるんだけど、それでも担当の美容師さんにやめといた方がいいって言われたから、多分本当にやめといた方がいいんだろうと思う。やっぱ挑戦も大事だけど、失敗を分かってて挑戦するのはどうかと思うよね。失敗かどうか分かんないけど、多分本当 80% 失敗すると思うんで。しかも私重め前髪大好きなんで、まあ、そこまでシースルー願望がめちゃくちゃあるかって言ったらそうでもないから、まあじゃあいっかみたいな。めちゃくちゃ目痛、めちゃくちゃ入んじゃん目に。どうしようか。おお、いいねいいね。これもノーカットであげよう、この動画も。いってえなマジで。右目こうやって長さ整えて、私は縦にハサミ入れてちょっとだけギザギザにしていく、さばいていく。
気に入ったあ、やばい、なんか斜めになってる。アシンメトリーになってるから、まっすぐにしていくよ。かゆい。できました。気に入ったよ。私の前髪の治安は戻ってきました。みんなのおかげです。ありがとう、ありがとうございました。今日はもう早く寝て明日に備えたいと思います。別に明日に何にもないんだけど。じゃあね、みんな、おやすみ。